あんだけ苦労して焼きイカかよ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。今回は、あ、ここにおるね。まあ、大抵温泉におるよね。お、これは誰だ。ガロンか。なあ、いいな。どうやら姉子はララインのメモの解読に手間取ってるらしいぜ。やっぱり専門家じゃない姉子が最強の兵器を開発するなんてとても。なあ、あゆな、シネリから聞いたぜ。お前死んじまったララインの姿が見えるのか。そうそう、前から言ってるやつだよ。だとしたらお前に頼みて、ララインの野郎に最強の兵器のこと直接聞いてみてくれねえか。あいつが素直に話すとは思えねえが、俺に一つ考えがあるんだ。ララインが先祖から代々受け継いできた銀の盾ごとってもんがあるらしいんだが、魔物に奪われてぶっ壊されたらしくてな。あいつは生前ずっとそのことを嘆いてた。そこでよ、その盾ごとを探し出してララインの野郎に渡してほしいんだ。ほら、やっぱり銀融詩人みたいな感じと思ったら盾ごととかしよったんやね。噂じゃ壊れた盾ごとはガライの表現のどこかに隠されてるらしい。盾ごとを見つけたら修理して姉子からの贈り物としてエスに渡してくれ。嘘をつくんだな。ん？どうしてわざわざ嘘をついて姉子からの贈り物ってことにするのかだと？それは俺の小細工さ。そういえばララインのやるはきっと喜ぶ。あいつのねじくれた心も少しは元に戻んだろ。その表現は小さな氷山だらけって話だ。そのあたりをよく探すといいんじゃねえかな。いいか？まずは緑の扉の先の表現で銀の盾ごとを見つけて修理する。修理したらそいつを持ってララインのところに行ってくれ。そうそう、盾ごとの修理にはこれを使いな。姉が大事そうに持ってたもんだ。思い出の弦を手に入れた。思い出。コンパスに目的地が表示された。緑の扉の先。小さな何がいっぱいあるって。どうだいな、ララインの野郎に盾ごとは渡してやれそうか。いいか、まずは緑の扉の先の表現で小さな氷山を掘って壊れた銀の盾ごとを見つけるんだ。小さな氷山を掘るの。小さな氷山はたくさんあるらしいからあちこち掘りまくって探すしかないだろうな。そしたらその盾ごとを修理してララインの野郎に渡すんだ。よろしくな、アイナ。これできっと最強の兵器を作るヒントが手に入るはずだぜ。なるほど。ということらしいよ。行くよ。そっちじゃない。ガロンじゃなくって。こっちの。ああ、待てよ。マイラとガライアルの地にはたくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では4体に巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。と、そんな話はともかく。どうだ、アユナ。わしの力が必要か？必要。うん。最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。よーし、行くよ。ってことで、ギエラも連れて。行こう。違う。ギエラ。アユナ、私は信じてるわ。あんたと姉が組めば、すごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いも、いよいよ大詰めね。あたしでよければ、いつでも手を貸すわよ。どうなの、アユナ。あたしの力が必要かしら。必要。うふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあ、アユナ、一緒にお出かけしましょう。ということで、さあ、緑の扉の先だ。今回はガロンがついてこれないからな。これか、緑。旅立つ。そして、あ、目的地はこっちか。そっちの方向ね、私素材取りでさ、ほら、鉱石とかいろいろ取るためにね、ここめっちゃ大砲で穴開けちゃったの。でも行きやすくなったみたいでよかった。ウェイ。めっちゃダメージ受けた。へぇ。で、こっち渡ってって。まだあっちの方やね。小さな氷山がいっぱいあるって言った。氷原。あ、この辺じゃない？氷原って。この辺氷やろ。あ、これ？小さな氷山ってこれ？あ、見て見て、ギガンテスおるんやけど。ちょっと待ってね。この小さな氷山とやら。ダーン。あ、全然違う方向飛んでった。ごめんね、フレーム。ちょっとフレームの邪魔をしてしまうところだった。この辺かな。ドン。じゃ、また違うんだけど。これ方向を合わすのが、難しい。
ちょっと待って、この、もうすぐ近くからやったんでいっか。もうすぐ隣で、はい。どうよ。お、すごい、中空洞になっとんや。へぇ、こういう感じ。あ、こういう感じで、氷山の中に、何があるんやっけ？銀の盾ごとがあるんやっけ？よいしょ。次はここ。さあ、どう？ちょっと邪魔だよ、みんな。ないね、ここも。この辺はどうだ？は、どすん。何もないね。え、てか、どういう感じであるんやろ。ちょ、その辺が謎なんやけど。次はあっち。ギガンテスの超近くやけど。は、どうだ？ん？なんかある。ん？なんもなかった。気のせいか。何が見えたんだ、私には。あ、あそこは？何個あるんやろ、これ。はい、ここ。間違えた。あれ？もうちょっと。角度が違うね。よし。どうよ。なんもない？なんもない。超空洞だ。あ、あっちは？これこれ。じゃ、次こっちを。さあ、破壊しまくりよ、氷山。何もない。なんもないんすけど、これは？は、ドーン。全然違う。みんなは私の護衛をしていてくれ。あ、全然違うよ。ね、さっきからなんか周りがすごく騒がしいんだけれども。どの辺だい？あー、もう全然、なんかいろいろアイテム落ちてる。アイテムだけ取るやつ。は、それで。なんもない。なんもないんだけど。どういうことだ？あれは？こっちこっち。これも多分やってない。よし。は、ドン。ん？あ、なんかある。なんかあるよ。なんか看板もあるし。人間の盾ごと持ち出し禁止。あ、これだ。ん？コンパスに目的地が表示された。なんか行き場所が変わった。アイナは宝箱を開けた。なんと壊れた銀の盾ごとを見つけた。あ、これ、なんか魔物が壊したとか言ったけど、魔物がここに保存しとったんかな。美しい音色を奏でる伝説の盾ごと、銀の盾ごとを思いついた。なんか破壊して、奪って、あっこに隠しとった感じ。ついでにギガンティスでも倒していこうよ。ね、もう私たちでも倒せるということが分かったから、ドンドン。さあ、当たらねえ。あー、ちょっと待って。へいウェイ。あ、ちょっとやめてよ。あー、ちょっと私の大砲、かき氷もいっぱい。イエーイ。どこ行った大砲？あ、大砲がない。ちょっと待って。道具入れの中に多分、入ってったんだと思われる。ん？ないぞ。あ、あるある。ここだ。余計なものをいっぱい拾ってしまったのかな。じゃ、ちょっとかき氷と、入れ替えて。わー、追いかけてくるよー。追いかけてくる。ちょっと待って。どこ大砲？ウェイー。これか。はあ。あ、怖い。うわぁ、やべえ。ちょっとやめてよー。わぁ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 、あ、ちょっと。今私のこと殴らなかった君たち。違う、キラーマシンか。待って、みんなお亡くなりに。やばいやばいやばい。もう一個は？もう一個の大砲どこ行った？あ、あれだ。あれなんだけど、ちょっと待って。待って、これ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 。やばいやばい、危ないって。危ないって。ちょっと待ってね。これブロックだし。これブロックだし。どこ行った？持ち物。あー、またこの中に。入れ替え。フリーザードロップ。そして。は、違う。違うわ。大砲大砲。
あ、全然方向が違うよ。全然方向が違うよ。もうちょっとまっすぐ。は、暗くなってきてしまった。は、こっちだよ。へい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 。へい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 。あ、その場所いいじゃん。その場所、こっちにさ、やってこれないんでしょ。なんか引っかかってるみたいな。やったね、ちょっとハマった。この場所だ。もう最初からこの場所見つけとけばよかったんだよ。ね。どう？お、やった、やっつけた。イエーイ。ってことで何かしらアイテムを落としているはず。何か落としてない？うわ、びっくりした。全然見えてなかった。待って、大砲を持っていく。その辺なんかアイテム落ちてない。あ、初めて竜王軍の旗を手に入れた。で、ちょっと一旦帰ろう。暗くなってきたから。はい、みんな帰るよ。キメラの翼を使って拠点に帰ります。みんな行くよ。いやー。みんな、眠らされないでね。あいつ眠らしてくるからね。ダメ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 。んで、こっちまで来たよ。ん？眠らされてない？来てる？みんな。あっちの方向だ。こっちだ。え、みんな降ります？あ、降るね。大丈夫、大丈夫。こっち。なんかさ、マップ開いたらさ、このマップ上でブリザード超輝いてない？ね。すごいよね。どんだけな。なんか発光成分みたいな含んどんかな。こっちの方。すごいな、この辺、ほんと。うわ、なんだなんだ、行き止まり。んで。おお、まだあっちの方か。こいつ厄介ないよね。もうほんと。眠らせてこないで。しかもさ、周りに敵がおらん状態で眠らされたらほんと。いつまでも、おお、ほらほらほら。いつまでも眠ってしまうけんね。逆に攻撃してきてって思う。こっちかな。どこ？あ、あっこや。あとちょっと。やったね。たどり着ける。たどり着ける。うわ、待って、敵も一緒に来るんだけど。ここ。あ、お、おるやん、この人。ほらほら、ララい。ララい。うわ。うわ、すごい図だな。おや、また君か。僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ強情なのだろう。もっと素直に生きることができたら、悲しい思いも、辛い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら、気分も晴れるかもしれないな。いや、そんなことをすればまた、少女の眠りを妨げてしまうだけか。うわー、怖い怖い怖い。え、なに？あ、そっか、銀の盾ごとがいるんか。ちょっと待ってね。銀の盾ごとは、何で作るの？あ、あったあった。銀の盾ごと。これ。あ、マシンメーカーね。私結構、持ち物、マシンメーカー。武器が壊れた時とかにさ、すぐにその場で作れるように。結構作業台だの。マシンメーカーだの。あ、違う違う。いろいろと持ち歩いとるけん。どこ行った？どん。この場で作りまーす。銀の盾ごと。材料はある。オッケー。さあ、シャキシャキーっと。銀の盾ごとを1個作った。よし。あ。ちょっと待ってね。こっちで一発。え、これもしかして、ラライのお墓？なのかい？ほ。ちょ、君たち邪魔なんだ。銀の盾ごと。あれどこ行った？ないぞ。え？あ、あるあるある、これか。銀の盾ごと。ほい。ん？これは？ん？また君か。おお、これは僕の家に代々伝わる銀の盾ごと。君はどうしてこれを？てかちょっと、ベイパー、邪魔なんですけど。ん？なんだって？これがアメルダからの贈り物だって？これを渡す代わりに魔物を倒す発明のことを教えてもらいたいと。邪魔だって。なんかすごい囲まれとる。
それは嘘だね。アメルダはこんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとはしない女性だからね。しかし、壊れていたはずの建事を直すなんて、君は何者なんだい？ビルダーです。そうか、君がビルダーなのか。だから僕の姿も見えるというわけだ。何？ビルダーは姿が見えるの？幽霊の。物を作る力を持つ伝説のビルダーか。君の力があれば、僕の発明も完成できたかもしれないね。だから教えてよ。アイナ、伝説のビルダーよ。僕は君が羨ましい。ルビスによって最初から失われていたものを作る力を与えられていただなんて。僕が命を懸けて考えたものも、君なら簡単に作り出せるんだろう。さあ、これを作って弱き者を描くんだ。弱き者。そうすれば、君とアメルダが求めているものを得られるはずさ。どれ？ブルーブロックをひらめいた。何それ？ドットブロック？青色のブロック？青色のブロックがあるから何なの？これで目標達成なんだ。この世界はあらゆる可能性に満ちている。例えば今僕たちが見ている世界も、多くの可能性が作り上げた一つの形でしかない。同じ形をしていても、君がいる世界もあれば、いない世界もある。パラレルワールドってことかな。世界というものは、その時々の選択によって、いくつにも分かれて広がっていくものなのさ。僕たちが今いる世界も、見ている景色も、とある一つの選択が生んだ世界だからね。これから先、もしも君に重要な選択を迫られる時が来たら、君が一体どんな選択肢を選ぶのか、楽しみにしているよ。世界の半分をやろう、っていうやつとか？そうそう、僕の歌を聴いてくれた少女に一つ伝えてくれないか？少しの間だけ、縦ごとを弾かせてほしいって。自分の気持ちに素直になれるように。なるほどね。これラライの墓とか書いとんかな。読めんのかい。じゃあ、とりあえず、墓の上に乗りやがった。なんて罰当たりな。じゃあ帰るよ。キメラの翼を使って拠点に帰ります。ただいまー。んーで、ガロンガロン。あ、おったおった。温泉に。はい、クリアしたよ。クリアしたってば。おー、アイナ。ララにはローンのとこに行ってきてくれたんだな。ランプが埋まってるけど大丈夫かい？ん、そうか。やっぱりバレちまったか。あの建事が姉子からの贈り物じゃねえって。さすがララだぜ。腹立つことに姉子の性格をよく知ってるな。ん？どういう意味か、だと？お前もうすうす感づいてんだろ。姉子とララが恋人同士だったって。あ、やっぱり恋人同士だったんや。このクソ暑いマイラに生まれた姉子と、クソ寒いガライアに生まれたララ。生まれた場所だけじゃねえ。姉子とララは性格だって真逆だった。でもよ、姉子とララは不思議と惹かれ合ったんだ。竜王軍を倒すために二人は発明を続けた。見てるこっちの筋肉がほてるほどイチャイチャと。あ、イチャイチャするような性格なんやね。その辺はドライなんかと思ったよ、姉子。そんな日が続いたある夜のことだった。姉子がララを殺したのは、え、本当に殺したん？マジで？失敗とかじゃなくて？何があったか俺にはわからねえ。姉子だっていいやしね。だけど俺は何も聞かねえ。だって俺は、姉子を信じてるからな。これが発明を続けるために避けられなかった姉子の過去の傷さ。とにかく苦労かけたな、アイナ。後のことは姉子と直接話してみてくれ。クエストコンプリート、ヤッキイカ。あんだけ苦労して焼きイカかよ。まあ、とりあえず、あの二人の関係がこれから先重要になってくるわけだ。ほい、ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリストを貼ってますので、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。住む場所も全然違って、性格も全然違う。
やっぱり暑い地方で育ったら暑い性格になるんやろうか。